これは私が大学生でとあるコンセプトカフェの店員をしていた時のお話です。ある日悪天候で電車が止まり出勤できるのが店長だけでお店の近所に住んでいた私は収集され22時からの夜勤に入ることになりました。こんな悪天候の中わざわざ来るお客様なんていないだろうと思っていましたが24時を過ぎてベルが鳴りました。お迎えに行くと びしょ濡れの50代くらいの女性が一人でした。雨の中新規の、それも女性のお客様。夜勤はほぼシンプルなスケベおじさんオンリーしかご来店されないため、私は動揺しながらお客様を案内しました。雨宿りできたのかなと考えた私は、少し世界観控えめな接客をしていました。しかし、がっつりゾンビ娘のブレッド包帯お絵かきプレートを頼まれ、お食事もお酒も楽しんでいかれたので、 こんなお客様が帰られた後はすることもなくゴミをまとめるために店の外に出ました雨はぱらついていますが白い太陽がうっすら昇り始めていましたゴミを捨てふと顔を上げると目の前に警官がいました私は焦りましたその時の私の衣装は女子高生のセーラー服 それもホラーーセクシーコンセプトカフェであったためにボロボロで血のりがついていますこの格好なら補導される事件性も疑われる成人済みだし別にどうということはないけどめんどくさいどうしようと思っていましたが警官が近づいていったことは女性を探しているということでした特徴を聞き先ほどのお客様が思い浮かびましたが 始発が近く、とにかく早くお話を終わりにしたかった私は知りません、わかりませんを繰り返してやっと解放してもらいました少し雑な対応をした私に対して警官は本当に知らないのと念を押した上で別れ際にこう言いました知らないならいいやよかったね僕が本当の警官じゃなくて よく考えれば警官は単独行動をしませんし、歩道するには少し妙な時間でした。私にはなぜあの偽警官があの女性のお客様を探していたのかわかりません。そもそもあのお客様だったのかも、あの言葉の真意もわかりません。何もわからないままで申し訳ないのですが、私の夜勤の話はこれで終わりです。今思い出しても狐につままれたような心地で、夜勤の疲労が見せたま幻覚だと思っておきます。皆様も、 妙な天候の日の日夜勤はお気をつけて <laughs> いいですね <laughs>、まあ意味が分かると怖い話みたいなのがね最近はもうメインストリームになっておりますけれどもねいいですねちゃんと突き放して結局何が謎かは分からないけれどもねまさかね まさか登場人物のうち3分の2がコスプレをしてるとは思わないからね偽警官ってやっぱ怖いもんねあの有名なやつもあるけどさ指名手配犯が警察の格好してたみたいなすごいね別のコンカフェの人かもしれなかったもんねよかったねまあもちろんね、うん、雨の日にやってきた、ね、不思議な新規の女性の方しっかり楽しんで帰ってったっていうのがまたあれですよね なんか一言も喋らずうつむいたままお茶だけ飲んで帰りましたじゃなくてちゃんとプレートを頼んでね世界観で楽しんでもらったっていうところだからその女性のお客さんがいいお客さんだったっていうところがまた逆にこう不気味というか不思議な感じがありますよねこの話はね何が起きたかというところは本当に皆様が想像を膨らませて、えー、ぜひねイメージしてみてください 悲しみの果てに「何があるかなんて俺は知らない」「見たこともないただあなたの顔が浮かんで消えるだろう」